濃い方がおかしいと思う。味薄い方が違うよ。メインで食べるのが主食でさ、まあそうですね、なんかそのそれを抑えるためにサイドで食べるのはおかずだからさ、ラーメンライスの場合はライスがおかずだ。おかずですか。まあいいや、後で考えよう。あのそうですね、そうじゃない。だから焼きそばパンになんだっけ、ご飯どっちがおかず、焼きそばパンか。この前はパンがおかずだとおっしゃってるので、焼きそばパンがおかずです。同じじゃない、ラーメンライスと。違うよ。え、ちょっと分かんなくなった。